皆さんこんにちは、伊豆です。本日もプロスペースやっていきます。本日の企画はこちら。昨日に引き続いて、楽天純正の動画になるんですけど、プロスペフェスタについて、少し、エナジーの還元率など解説できたらなというふうに思っています。まだですね、現段階では累計が終わるくらいの、フェスチケットしかないんですけどね、この動画の後輩になるんですけど、先に S ランク契約書ちなみに S ランク契約書をもらえる、S ランク補助券ですね、あれで S ランクもらえるんですけど、そういったところのですね、データ選手とか育成したいなと思ったんでですね、今回は先に累計まで終わらせてから、その後ですね、また動画の後半では、そうですね、その累計報酬を抜かした、エナジーの還元率などをですね、詳しく解説できたらなというふうに思います。で、プロスペーサー早速なんですけど見ていくと、605枚ですね。で、1回だけ回しちゃったんですけど、これはちょっと回しちゃいましたね、間違えて。はい。で、報酬は昨日も言いましたけど、Sランク補助券が2枚あるというところで、今回ですね、Sランク契約書が獲得できます。ここは楽天の選手が出てきてほしいというところなんですけど、とりあえずですね、福引きで Sランク契約書出てくれたら、とりあえず、何枚もですね、Sランク契約書引けるんで、ここもですね、結構狙っていこうかなというふうに思ってます。それではちょっと引いていきますか。ぼちぼち、早送りしつつ、そうですね、別はフェスは、S ランクが来たら止めますね。はい。それでは、いきなり B ランクと。さあ、チャンスタイムですね。結構チャンスタイムでもですね、S ランク契約書来るんで、あんまり超チャンスタイムと変わりないのか。多分超チャンスタイムはチャンスタイムより、3投以上の確率が高いってだけやと思うんですよね。だけ S ランク契約書が出やすいってことはあんまないと思うんですけど、はい。とりあえずチャンスタイムですね、出したいんですけど、自分ですね、チャンスタイムじゃないところからでも S ランク契約書来たことありますね。はい。そういったところもあるんでですね、一概にチャンスタイムだけしか出ないって言えないんですけど、結構、チャンスタイムじゃないところからも来るイメージがあります。やばいっすね、来ちゃいましたよ。いやー、ちょっとやばい。ちょっとスクショしますわ。はい。やばいっすね。はい。なんか来ましたね、チャンスタイムじゃないところから。いやー、もう1枚来ないかな。やっぱ神イベっすね。で、B ランクとか A ランクとかもですね、はい、集まるんで、しかもエナジーも返ってくると。いやー、ちょっとこれはすごいですね。はい。はい。最後は B ランク契約書でしたけど、ぼちぼち、B ランク契約書も集まってるかなと。はい。見ていこうと思うんですけど、何事もなかったですね、S ランク以降は。はい。A ランクは1回来ましたけどね。とりあえずですね、こういった報酬受け取っていくんですけど、見てもらった通り、ミッションで V ロードの、2塁打700本打つと、あとはもう1個あったと思うんですけど、ストーブリーグとかもあるんですけどね。ここですね、2000回、出番プレイをするというところも合わさってるんで、大体マイナス50エナジーくらいがですね、はい、結構 V ロードとかストーブリーグとかそれ合わせて、受け取れるエナジーの数ですね、やと思うんですけど、大体120エナジーくらい返ってくるかなという形ですね。で、そっか、消費のエナジーを言ってなかったんですけど、97エナジーやったですかね、ちょうど1100エナジーの時から始めてましたね。はい。なんで結構帰ってきて、B ランク契約書めっちゃ集まってませんか。何枚あるかな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20、大体20枚くらいですね、集まってます。はい。で、今回はそうなんですよ、日本一の報酬もですね、3契約書あるんで、合計3枚ですね、引いていこうというふうには思ってます。まだ動画の後半で引くかもしれないんですけど、とりあえずはですね、その数なんですけど、B ランク契約書はですね、おそらくエキサイティングの第2弾の期間中にですね、特訓 1.5 倍かなんか来るんじゃないかなというふうに個人的には思ってるんで、ちょっと、その時ボックスの空きがですね、できるかもしれないんで、B ランク契約書はもうちょっと置いておこうかなというふうに思うんですけど、A ランク契約書とか引いていきますかね。じゃあちょっとボックス開けていきます。はい。では、とりあえず A ランク契約書の、あとはゴールドもなかったんで、ここも行くか。はい。A ラン契約書とか、全部引いていこうかなと。はい。ここのゴールドから来たら熱いっすね。さ、行きましょう。おっと、紙吹雪。いや、さすがにないよな。
ああ、まあさすがにっすよね。この間も多分2枚くらい当てたと思うんでですね。あ、これまだ動画出てないかもしれないですけど。はい。さあ、茂木さん、これで極みっすね。中島さん、遠藤さん、田島さん、あ、全部 A ランク来てますね。はい、ゴールドからも A ランク出たな。ここか、こっちか。はい、田島さんのところですね。でも自チームは茂木さんとソンチャーホーですよね。ソンチャーホー何枚くらいあったかな、2枚目くらいかなと思います。茂木さんはこれで極み確定ですね。はい、ではまあ S ランク契約書一気に引きますか。なんとか自チーム1枚くらい獲得できたら大きいんですけどね。はい、とりあえず、補助券と交換者 S ランク契約書と、フェスタ報酬と、または V ロードの30回目の報酬ですね、3枚引いていこうと思います。さあ、ここで楽天の選手引けたらでかいんですけどね。さあ、どうでしょうかね。お願いします。まあ、できれば浅村さんが欲しいな、今は一番。はい、さあどうでしょう、お願いします。楽天、おっし、いいぞ小深田さん。いや、ここはいいっすね。ただちょっとどこで使うかって感じなんですよね、小深田さんは。ショートは茂木さんがいて、まあサードは鈴木さんか。でもまあ鈴木さん、まあ茂木さんの新シリーズとかが当たればですね、小深田さんショートで使う可能性も全然あるんですけど、まあちょっと使いどころがですね、個人的、まあ、は難しいなというところなんですけど、まあ自チームはめちゃくちゃ嬉しいですね。はい、これで、スタメンオール S いけるんじゃないですかね。そんなとこっすね。はい、これはナイスです。では続いて、おお、山岡さん2枚目っすね。さあ最後ラスト、荻野さん、いやもうこれは大勝利っすわ。小深田さん出ましたしね。はい、まあこれなんで先に引いたかっていうと、まあこういった感じで S ランクで自チームが出たら、早く育成しておきたいというところで、まあ今回、先にですね、累計終わった段階で動画撮って、まあとりあえず、後半はですね、まあ累計以降のエナジーの返りとかをですね、詳しく解説できたらなというふうには思います。それではまた後でですね、後でっていうか、まあ後半に続くって感じですね。はい、それでは、はい、ではまあ次の日なんですけどね、はい、1億500枚集めてきました。はい、でまあ消費エナジー的には72エナジーという形でしたね。昨日エナジー回収した時が、1170エナジーやったと思うんで、72エナジーの消費とですね、あとはまあ結構、まあ大体どんくらいかな、20時間ぐらいですね、あのスタミナ回復してるんで、まあその分も合わせて、まあその大体100エナジーくらいかなと、まあ、そのスタミナ回復分のエナジーは使ってないんですけど、まあエナジーに換算すると100エナジーくらいかなと。なんでまあ自分は、まあ1試合に大体5枚、フェスチケットを獲得しているという形で、はい、めちゃくちゃミスしてますね。はい、そういったことが言えるんじゃないかなというふうには思います。では、ここからですね、まだ、V ロードとかで獲得したエナジーもですね受け取ってませんし、今から福引きも引いていくんで、まあ、ここから何エナジー増えるのかというところをですね、まあ、見ていこうかなというふうには思います。それでは、ちょっと福引きしていきますね。まあ、何かあったら止めます。はい、ではラストですね。はい、スカウトポイントというところで、まあ、ぼちぼち普通やったなと、まあ、何事もなくという形でしたね。まあ、途中チャンスタイム2回連続で A ランク期待したんですけど、まあそれ以外は普通やったらですね。はい、S ランクも出ませんでした。でここでチャンスタイムが来る。はい、でまあ見ていくと、まあそこまで、あんまりなかったんですけど、まずは B ランクどれくらい集まったか、あ、まあぼちぼちこの辺くらいからか。でまあストーブリーグとかありますね。でまあミッションで試合を15回しようってことはデイリーミッションですね、ここは。はい、でまあ日本一達成とか V ロードの出番で本塁打を打つとか、そういったところですね。でまあ A ランク契約書2枚くらい出たかな。でまあ B ランクは 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 枚ですね。なんでまあ100枚に10枚、でまあ A ランクも2枚って考えると、はい、まあめちゃくちゃ、まあスカウトを引くよりお得ですよね。バリュースカウトよりも全然お得ということが言えるんじゃないかなと。バリュースカウトと一緒のくらいか。あ、でも全然違いますね、帰ってくるエナジーもあるんで。そう考えると全然違いますね。はい、でまあ先ほども言いましたけど、また確認として消費エナジーは72エナジーと
それにプラスしてスタミナ回復で約20回くらいですね、プレイしたと思うんで、なんで合計、だいたい90エナジーから100エナジーくらいの消費という形で、この動画、何パーセント返ってくるかというところを見ていただけたらなというふうには思います。それではどんくらいかな。おお、 73% と、だいたい 70% から 80% くらい返ってきてますね。これは少しケースバイケースというところもあるんで、デイリーミッションも2回合わさってましたよね。2日分のデイリーミッションと、あとは普通のミッションのところで、ホームランのやつもありましたね。そういったところで、確率高くなってますけど、そこ抜かしたとしても、マイナス10エナジーなんで、だいたい 60% から 70% は、確実に返ってくるというふうには思います。はい、それにプラスしてコインとかスカウトポイントはもう多分あっちに送り込まれていると思うんですけど、ぼちぼちもらえるんで、はい、これは確実に走った方がいいですね。だいたい消費としては20エナジーから30エナジーくらいかで、B ランクめちゃくちゃもらえて、10枚ですね。で A ランクも2枚獲得できると、はい、そういったことが言えるますね。はい、ほぼ戻りましたね。1170エナジーから始めたんですけどね。はい、ただ走りすぎもあんまり良くないと思うんで、今後のエナジーと相談しながらですね、自分は TS 三段おそらく間に合うかなと、現段階で1171エナジーというところで、大体あと 1,2 週間、1週間くらいかなんで、大体250エナジーはたまる計算でいるんで、はい、あと全然250エナジーじゃないな、計算としては400エナジーくらい貯めたいなというふうには思ってるんで、TS 第3弾の頃には1500エナジーくらいにはなっててほしいなという形です。これはV ロードじゃなくてランク戦ですね。で結構そこを期待しておりますね。はい、まだ走るか分かんないんですけどね、選手次第と、リアタイム向きの選手とか、自分が欲しい選手が来た場合、この楽天純正で走ると思うんで、阪神純正とかホークス純正の方では結構走ろうとは思ってるんですけど、まだこっちの楽天純正の方は分からないんで、また、TS 登場のタイミングでですね、お伝えしようと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。この動画参考になったという方はですね、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。また今日プロスピーコロシアム来てますね。事前エントリー、しとかないといけないわけでもないんですけど、しといた方が多分いいと思うんで、ぜひ、事前エントリーしておくといいんじゃないかなと。あとは、ぼちぼち楽天純正でもう少しプロスピーフェッサーですね、個人的に走りたいというふうには思ってるんで、その辺はまた、おいおい話していけたらなというふうには思います。はい、阪神純正の方でももちろん走ろうと思いますし、ホークス純正の方でも少し、ぼちぼち走ろうかなというふうに思ってるんで、今後もですね、プロスピフェスは神イベントというところで、お伝えできたらなというふうに思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。伊豆でした。